Google。 日本では日常的に運動している人は約6割に対し、視覚障害者の間では約3割にとどまっています。そこで視覚障害のある子どもたちが体を動かす楽しさに触れ、気軽にスポーツを楽しむきっかけとして、この日ノールック運動会を開催。年齢、性別、運動神経に関わらず、誰もが楽しめる新スポーツを提案する世界ゆるスポーツ協会と協力し、Google のアクセシビリティ技術を使って、誰もが一緒に楽しめる新スポーツの数々を考案。今日開催したのはノールック運動会というイベントで、沢田智弘。視覚を使わないスポーツイベントになってます。なので視覚に障害がある子、ないしはその家族、目が見える家族も誰もが楽しめる目を使わないスポーツイベントとして、ゆるスポーツ協会でもともと行ってたんですけど、今回は Google さんと連携して、 Google のテクノロジーを使って競技を増やして楽しんでもらうということで開催しました。小林育美。プロジェクトガイドラインというのは、腰に巻きつけたベルトにスマートフォンを装着させて、耳に骨伝導のヘッドホンを装着して使うことができます。地面に引いた紫色のラインを AI が認識し音を出すプロジェクトガイドライン。その技術を使って、イヤホンからの音を頼りに、視覚障害のある子どもたちがトラックを力いっぱい走る。たくみくんがゴールテープを切ってジャンプ。チャンバラちゃんはプロジェクトガイドラインの技術を使って、ラインの上でテクノロジーでラインの位置情報と自分の位置情報をフィードバックしてもらった上で、このやるチャンバラになってます。ボール大杉ボーリングっていうのが、ルックアウトを使ってかざすと、サッカーボールとかボールとか言って、サッカーボールって言ったらそれをボーリングのボールとして投げると。でボール投げた先に人がピンの代わりになってて、こっちだよとか声をかけて、その人にボールが当たったら1点っていう、そういうボーリング競技になります。サングラス鬼っていうのは、ルックアウトでスマホをかざすと、目の前の人がメガネをかけてるのかサングラスをかけてるのかっていうのを音でフィードバックしてくれるので、こうスマホをかざして歩きながら、サングラスがいたらサングラスって言うと1点が入るっていう、そういう競技になってます。ゆいちゃん。どの競技もテクノロジーを使ってやる競技っていうのは、私も初めて体験したのですごく面白かった。走るときだと本当にガイドラインがあった方が走りやすい。たけちゃん。走るところはちょっと怖い。せいちゃんのお母さん。私には見えてたんで、それがだんだん克服できるいい練習になるんじゃないかなって。世界的に使われて広がって。ひーなちゃんのお姉さん。使い慣れればプロジェクトガイドラインをつけたひーなちゃん。これからも機会が増えればいいなって思ってます。徐々に慣れていく。楽しそうなちかちゃん。笑顔で走るゆいちゃん。子どもも大人も、見える人も見えない人も、夢中で競技に参加して笑顔。世界が広がる喜びをすべての人へ。 Google G.co/ プロジェクトガイドライン JP。